安定したピッチングで打者にヒットを打たせない球界を代表する左腕投手の一人、フランバー・バルデス。ヒューストン・アストロズに所属する彼は身長180センチ、体重108キロ、ドミニカ出身の今季がメジャー6年目となる現在29歳の選手。バルデスはさほど大きな体ではないが、筋肉の塊のような体で、最速150キロ後半のシンカーを中心にカーブやカットボール、チェンジアップでゴロを量産し、効率よくアウトを取るアストロズのエース的存在の投手。特にこのブレーキの効いたカーブはメジャートップクラスの変化球と言ってもいいだろう。バルデスは昨年も安定したピッチングで打者を圧倒するとメジャー最多のクオリティスタート26を記録した。バルデスを解説するときに必ず出てくるこのクオリティスタートとは、先発投手が6イニング以上投げ、自責点を3点以内に抑えた試合で記録される数字で、この数字が高ければ高いほど波の少ない安定したピッチングで試合を作れているいい投手ということになる。先発投手は勝利数という成績で投手の能力を測られることもあるが、これはチームの打線状況やマウンドを降りた後の試合展開で大きく左右されるため、現在では勝利数よりもこのクオリティスタートの成績の方が投手の能力を測る指標として重要視されている。バルデスのこのクオリティスタート26という数字はメジャーの中でも群を抜いた記録で、抜群の安定感を球界全体に示した成績でもあった。ちなみに昨年アストロズとは別のリーグとなるナショナルリーグでクオリティスタートを一番多く記録したのはパドレスのダルビッシュ有でクオリティスタート25を記録している。今では超強豪球団のエースとなったバルデスがドミニカ出身の選手としては例外となる21歳でプロの世界に入った。一般的にドミニカの野球選手は16歳か17歳でプロ契約をし、その後メジャーの舞台に上がってくるが、バルデスは21歳という年で契約金も他の選手と比べたらただ同然ともいえるわずか1万ドルで契約を結んでいる。しかしバルデスのポテンシャルは想像をはるかに超えたもので、マイナーで実績を積み上げるとその後3年でメジャーに到達した。これはバルデスの能力ももちろんだが、この才能を見抜いたアストロズもさすがの一言に尽きる。